開会いたします。普段なかなか町づくりということに対してあまり考えないかもしれません。子ども議員になられたことで改めて自分の町を見てみようと思っていろいろな勉強をしたと思います。私は外国の姉妹都市との交流について提案します。僕は公園や歩道に放出されているゴミ対策について提案します。同級生が自転車に乗って下校途中車に引っ張れ怪我を負った事故がありました。私が提案するのはヘルメット購入に対する補助です。保護者の方々に実際にヘルメットの着用についてどういうふうに考えているのか、補助のあり方、通学に自転車を使うという。